どうもこんにちは、なんです。今日はですね、スシローに来ております。イエーイ。でも一人じゃなくてね、シニアさんもジョインしてくれてます。あとバスデーボーイ、バスデーボーイ、ディオールバスデーボーイ、若い19歳になりました。若い。はじめまして、ベックと申します。まあ、よかったらディオールベックですから、よかったらディオールって呼んでもいいです。今日19歳になりました。お願いします。おめでとうございます。今日ではスシロもね、私もディオールも初めてということで、めちゃくちゃ楽しみ、ワクワク、ワクワク、めちゃくちゃ楽しみ。今日は誕生日なのでね、いっぱい頼みましょう。メニューいっぱいあります。どうしようかな。最初は何食べたい？みんな普通のサーモンとかもあるし、でマグロ食べたいって言ったね。そう、マグロ食べたい。普通のマグロ、なんかいろいろある。まあと中トロとか大トロもあるんじゃない？あ、そうだね、中トロ、大トロ、赤とかね。カツオとか大の、大食べてみたいな、大なんかわかる？それ私、日本料理でもバイトやってたから。あ、大っていうのはなんか、私はね、本当に大、なんだろうそれって思ってたけど、大っていうのは油、油っていうか、ね、それ。あ、油の量だね。そうそう、量どれぐらい入ってるかみたいな。そうそうそう、赤、大、中、上、中と、雅中かな、多分。うんうんうん、なんかいろいろあるよね。じゃあマグロ三貫盛りとかいいじゃない？そう、中トロマグロとネギマグロ、うん、じゃあそれにしようか、先に、うん、とりあえず、ね、とりあえず質問するか。うん、ほい、初めて、なんか落ちるそう。わあ、すごい、わあ、めっちゃ緑、ね、え、美味しそう。ちょっと試してみよう。いいね、初寿司屋のお茶、ね、初めて試していただきます。はい。わ、いい香り、すごい、めっちゃいい匂いしてる。いいね。でも私今めっちゃ寒いから。寒い？ちょうどいい。あ、そっか、半袖やもんな。そう、そうだね。なんか今寒くなってきたから。そう、昼は全然あったかかったよね。何個いる？2回？2回ぐらいかな。はい、一緒、そう、ありがとう。はい、一品目到着です。イエーイ、めちゃくちゃ美味しそうね。え、なんかクオリティ高くない？これ、氷、だって回転寿司なんか、アジ、氷、じゃあ、お先に食べちゃってもいいですか？どうぞ。いただきます。初寿司の氷ですね。いただきます。なんか見た人はすごく外人だな。めっちゃ美味しい。柔らかい、まだね。待って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 、うん、よし、みんな、あ、あ、落ちた。やばい、じゃあこっち食べちゃう。うん、うん、めっちゃ、ちょっと押してしまったんですけど、そういうつけついた。もう本当にこれ本当にちょっとずつピョンピョンってやった方がどうだね、多分安全。あ、酸っぱい。そうかも。あ、まあ、もう、あの、溺れてます。しまった。そうですね。まあ、初めてですから。うんうんうん、美味しいよ。え、ウズベキスタンってさ、回転寿司ってあんの？ないね。ないんだ。なんか最近ね、寿司のレストランとかいろいろなんか開いてるそうだけど、うん、でも寿司って言っても、やっぱあの、なんかロールみたいな。あ、巻き寿司。そうそう、巻き寿司みたいな、そういうの方が多い。そうなんだ。そうそう、でも最近結構なんか流行ってるらしい。なんかオーストリアも一応ある。そう、一応回転寿司はあるけど、回転寿司はない。ちなみに普通のレストラン、普通のレストランで、お、来た、シニアが。どうぞ、何頼みましたか？何これ？エビとチーズ、サーモンとチーズ。これも美味しそう。それ黒寿司もあってめちゃくちゃ食べましたよ。これはあのマグロをなんかごちょごちょにしてネギと混ぜてそれに乗せられたやつ。生ごしそう。これ海苔と一緒にこうやって食べる。そう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 。だってそのままなんかちょっと私箸そんなに使わない。多分手使ってもいいよ。ペンペンペンしよう。
そうだね、手の方が。よいしょ。よし。いただきまーす。うん、満足した商品をお取りください。うん、これめっちゃうまい。おなんかでかいな。すごい。ラーメン。これマジでうまい。おいしい？うん。え、よかった。食べてみて、すごい。いいの？いただいちゃう？おいしい。いただきます。味噌汁。うん。あ、私も味噌汁飲みたいな。味噌汁飲む。美味しいでしょ？うまい。ねえ、なんかすごく柔らかくてね。うん、やばそのスイスイいけるのね。マジでこの値段でこのクオリティは海外にはないわ。到着した商品をお取りください。どんどん来る。どんどん来る。どうぞ。こっちオーストリアもね、回転寿司あるっちゃあるけど、だいたい他の料理もめちゃくちゃ混ざってる感じで、あの日本人がやってるの見たことないんですよ、オーストリアでは。だから日本人がやるちゃんとしたお寿司みたいな、寿司屋みたいな感じで出るのが一番多いから、そのなんか焼きそばが出てきたりとか、オレンジが出てきたりとか、デザートが変に出てきたりとかがあるので、多分日本人が行ったらめちゃくちゃ違和感しかないと思います。こういう本当に安いけどちゃんとしたなんかお寿司が食べれてめちゃくちゃいいなって思います。めちゃくちゃいいわ、楽しい。シニアがもしない間にめちゃくちゃめちゃくちゃ食べてる。なんかジム頑張ってるもんね。はい、だからプロテインとかねちゃんと食べないとね。シニアってガリ好きなの？あの生姜？うん、好きです。おなんか苦手な人もいるからね。牛丼屋さんの。あ、紅生姜。そう。私もめちゃくちゃ紅生姜好き。本当にめっちゃ食べるそれね。あれめっちゃ美味しいよね。私なんかそれ好きすぎてさ、そうそう、あの友達にあのまだ温泉行った時に、1キロもくれたんだよ。え、すごい。誕生日の時に。食べきれへんわそんなって。ねえ。それ本当にマジでうまいねそれ。美味しいよね。牛丼に入れて本当に私も半分食べる。色もめっちゃ美味しい。そう。めっちゃ好き。これ私食べちゃいます。これ何？サーモン。これはサーモンとサーモンとレモンとあと何かと味噌汁かな。味噌汁来ちゃった。醤油なしで食べてみよう。そうだね。うん、なんか上でタレそうついてるね。そのままで。よし、みんないただきまーす。うん。わお。わお。わお出ました。うん。すごい。なんかね、これ甘いから甘酸っぱいなんか味してる。で結構あの寿司飯と合いそうな感じ。うん、レモンもあるからね。うん、うん、すごい美味しい。うん、よかった。私は普通のわかめ入りのお味噌汁食べてます。ディオールが今食べた天ぷらのお寿司がめっちゃみんな本当にドツボだった。本当にこれ100点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 なんだ。10点から100点10点の10点満点が100点になってる。おかしいよね。そうだ、ということはすごい。食べてみよう、うん、私ね、天ぷら寿司食べたことないんだよね。私はもう初めてだけど。マジ美味しい。おー、いい匂いする。うん、うん、やばい。うん、おいしい。なんか食べた。おいしい。おいしいけど、私やっぱり生魚の方が好き。生魚、生魚、なんかお寿司だったら生魚の方が私は好き。でもめっちゃうまい。そう、なんか脂っこすぎない感じが、うん、美味しいよね。味噌汁もあって嬉しい。そう、味噌汁大事。地元もホタテ？ホタテ頼みました。おお。ですね。ホタテでしょ？取りましたよ。ホタテめっちゃ好きなの。なんか柔らかい。料理にも食べてほしいやこれ。ホタテ？ホタテ。
ホタテ食べたことある？ホタテはね、ない。うちの、あの、今バイト行ってるところ、めっちゃあの貝人気だけどね、ホタテとか。うん。でも食べたことない、私、貝。そうなんだ。なんか。あ、来ます。え、これ、なんか、わかります？うん。うまい。うまいわ。めちゃくちゃ美味しいわ。なんかホタテの柔らかい感じがめっちゃ好きなの。いただきます。反応気になる。初めてです。うん、違う。柔らかいでしょ。でも柔らかいね。なんか魚と思ったら魚の味じゃないけど、なんか何味あるこれ。魚、そうだね。魚の味似てるかなと思ったけど、全然違う味。なんだろうこれ、ね、初めて今、本当にこんな味、ね、私も最初びっくりした。え、なんかバターみたいだね。そう、バターね。え、なんだこれ味、すごい。すごい、いい調子だね。美味しい。よかった。キディオールが食べたレモンとバジルがついてるサーモン。めちゃくちゃサーモンの色が綺麗。なんかこれも、まあ、美味しそうだけど、これの色がめちゃくちゃはっきりしてて美味しそう。いただきます。めっちゃ美味しいんだけど、これ。どれ？レモンとバジルのソース、めっちゃ合う。甘酸っぱい味してて、すごい。めっちゃ美味しい。うん。これ今まで一番好きかも。これ、うん、え、マジ？おいしい。そう、ホタテ、マグロも美味しかったな。全部美味しいわ。そう、選べない。今マグロもいただきます。天国や。これなんだっけ、ハマチかな。ハマチ、じゃあ試してみよう。最初はね、ちょっと、うん、マグロとかそういう魚よりちょっと硬いかなと思ったけど、うん、でも味がなんかバターっていうか、バターより、おたまになんだろう、生クリーム、うん、生クリームみたいな味してる。ちょっと食べてみて、説明しにくいけど。食べるわ。自分で食べてみて。いただきます。すごっ。うん、ラフめっちゃ柔らかいんだけど。ねえ、でも、なんだっけ、こういうところなんだっけ、皮がついてあるところ、ちょっと硬くない？少しだけ。若干、本当少しだけ。大丈夫かな？私の方だけちょっと硬いところから。かな？でも全然めちゃくちゃ柔らかくて美味しい。うん。確かに生クリームっぽいなんか柔らかさあるよね。ねえ。味、味すごくいい。すごい食べちゃった。普通のサーモンもいただきます。うん、やっぱサーモンうめえわ。サーモンサーモンうめえわねえ、やっぱね。イカと梅干し、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 そう、多分そうかな。イカはね、コリコリするよ。コリコリする。柔らかくない、なんかコリコリする。でもね、あのうちの店にイカのフリットとかそういうものあって、すごくめ、マジで本当にうまいから。でも生のは食べてもらえそう。これ生でしょ。これ生です。あ、美味しそう。食べる人いない。いただきます。ね、海の味が、うんうん、でもなんかかつお節のような味もするけど、多分そんな感じ。前、生のイカ食べてもらえから多分、なんか多分その梅のペーストの中に鰹節入ってると思う。あ、生のこの前、なんか今まで生のイカ食べたことある？あるある。あ、だから多分味、私はね食べたことないから、それで多分味わからない。なるほど。多分忘れてて、何がどれがイカの味かな。うん、まあまあまあ。でも多分そのイカの味というより、そのペーストの中に入ってる。カツオの味が強いかも。うん、入ってる入ってる入ってる。見たらわかる。なんかちょっとわかる。入ってる。大トロ来ましたよ、皆さん。あと炙りの3種類がね、揃っております。綺麗です。
大トロは初めてですか、ちなみに。もちろん、全部初めてです。おぉ、いただきます。うん、わお、うん、わお、出ました。わお、いただきました、皆さん。すごい、さすが大トロ。おいしい。うん、あ、これ今もちょっと悩むね、天ぷらとこれ。あ、どっちが一番おいしい。うん、どっちだろうね。これマジで本当においしい。いや、大トロはね、大トロね、王様ですからね、これは。わお、わお、2回出た。わお、本当にわおの連発や。そう、すごい。いや、やはりこっちか、多分大トロが一番いい。そう、大トロいいね。わあ、すごい、すごい高い評価。大トロの勝ちです。早速私も食べたいと思います。いただきます。大トロでかい。綺麗。うまい、これは美味しいわ。めちゃくちゃとろ、ね、とろろろとろ。やっぱり大トロには勝てへんやな。なんもこちら大トロめちゃくちゃ美味しかったです。死ぬかもしれないけど。死ぬかもしれない。それぐらいつける。ちょっとチャレンジ。チャレンジャーですね。なんかね、私食べ方ちょっと教えて教わってもらったんだけど、うん、なんか食べた時ね、なんか鼻から息を吸って力出すみたいな。そうするとなんか全然大丈夫みたいな。大丈夫、全然辛くないの。ちょっとじゃあ検証してしましょう。検証して皆さん本当にすごくいっぱい入れましたよ。おろろろろろろろ。ちょっといただきます。うん、わさびつた。やっぱり無理やった。うん、こっちまでわさびの匂いがしてくるんだけど。すごい、めっちゃ入れたね。うん、本当にすごい。手伝ったよ。聞いてる。うんうん、そうすると全然大丈夫。マジか。うん、すごいな、おもろいな。あ、大丈夫だった、本当。うん、みんなこれ大事です。生き残ったね。そう、苦手な人ちょっとやってみてください、これ。食べ方。わらび餅到着。いただきます。チッパー、わからしい。いや、あいつも。ディオールの誕生日なのでね。ケーキ注文しちゃいました。ケーキ、ショコラケーキですね。ちょっと、開け方が。歌う？歌うの？歌うの？ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー。ありがとう。おめでとう。ないけど、ふーってしちゃうと。めっちゃうまそう。なんか美味しそうだね、ふわふわしてそう。うん、チョコレート入ってるの、これ。へぇ、中に、間に。なんか、美味しそう。なんか、お寿司屋でさ、チョコレートケーキ食べることってないよね。うわ、すごい。見えるかな。見える見える。これ、間に。美味しそう。すごい、うまい。うん、デザート大好き。いいじゃん。ちょっとお茶も、お茶も入れながらね、バス停会でございます。やばいやばい。こんな感じですね。層になってて美味しそうです。非常に美味しそうっていうか、美味しいです。でか、はい、では寿司ローいっぱい食べました。どうでしたか。いっぱいです。本当に美味しかったです。すごい。最後もデザートもすごく美味しかったし、ね、
いや初めてなんだけど持ってきたよ私も、うん、すごく美味しかった。よかったです。ありがとうございます。せっかく来てくれて本当に。いやいや全然全然全然自分で選んだし。そうよね。私も面白かったけどガチもあそこそんなところに住んでるので、うん、でも本当にすごく美味しかったです。なんかねいろいろなんかお寿司だけじゃなくてねいろいろ食べれて嬉しいよね。でごちそうになっちゃったしね。いやいや、まあ、誕生日だからそれは払わせるのもね違うでしょ。でも全然そう言ってじゃなかったけどね。でもありがとうございます。いえ全然、うん、シェニアもなそう半分払ってくれたのでね。シェニアちょっと眠そうだけど。お腹いっぱいからね。お腹いっぱいからは。お腹いっぱい。ね、眠くなる。いや、三菱 UJ の斜め。では、この動画ね。面白いと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバイ。バイバイ。バイバイ。